クラインバルシュタットは、ドイツ連邦共和国バイエルン州ミルテンベルク軍に、属す市場長。クラインバルシュタット行政共同体の本部所在地で、ある。クラインバルシュタットは、バイエリシェ・ウンターマイン地方に位置する。この町は、公式には3つの地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。クラインバルシュタットは、大変に古い入植地である。 ハルシュタット機の出土品から、前世時代に人が住んでいたことが証明されている。1980年の新たな発掘によって、アレマン時代の女性の遺骨や美しい服装品が発見された。クラインバルシュタットの境界発生期の初めにはすでに、ロルシュ修道院やアモールバッハ修道院による布教がなされ、ビショフスバルシュタットとも呼ばれた。1023年には、 マインツ大司教によって、シュペッサルトの大部分を管轄する、大官所とチェーンと裁判所が設けられた。12世紀から13世紀初めには、バルデンベルク家がこの地の霊園領主となった。1185年頃には、村の東側に張り出した尾根に城が築かれたが、13世紀半ばには、破壊された。この子城司は2006年から2007年にかけて、 調査が行われた。16世紀には、フォッケ・フォン・バルシュタットがこの村に住んだ。その館であるインゲルハイマー・ホーフとそれに伴う辞書は1587年に、エヒター・フォン・メスペルブルーンのものとなり、その後、インゲルハイム帝国白化のものとなった。30年戦争で、クライン・バルシュタットは深刻な被害を受けた。記録類はすべて失われてしまった。 マインツ大司教は1733年にクラインバルシュタット及びその周辺の村に対して新たなツンフト例を発令した。その結果、クラインバルシュタットとその周辺地域では産業が活発になり17の業種でツンフトが形成された。例えば、ビール醸造、大工、壁職人、陶工、染色工、ガラス工、靴下製造、 アーザブ職工などである。その後、比較的早く1737年には、マインツ選定校によって、市場の開催権が確認、証明された。マインツ大司教のクラインバルト・シュタット大官所は1803年の帝国代表社会議主要決議によって廃止され、新たに創設された、アシャフ・フェンブルク校領に移されたが、1814年には、 フランクフルト大公領の一部として、バイエルン王国領に併合された。クラインバルシュタットの町役場長長はトーマス・ケーラーである。彼は2002年にカール・ハインツ・バインの公認としてこの職に就いた。クラインバルシュタットの町議会は20議席からなる。1998年の公式統計によれば、この町に勤める社会保険支払い義務のある非雇用者は、 農林業6人、製造業606人、商業、交通業176人、それ以外の職種が366人であった。また、この町に住む社会保険支払い義務の非雇用者数は1879人であった。加工業者が10社、建設業者が5社ある。さらに1999年の統計では18社の農業関連業者があり、 311ヘクタールの農業用地がある。ありがとうございます。